ワードプレスっていうものがありまして、サイトとかブログを作れるこうサービスなんですけど、今現在私はワードプレスで3つサイトを運営してるんですね。で、1つ目が私個人のブログで、2つ目が中国語のオンラインスクール、3つ目が日本語の、オンラインスクールですね。で、この3つ目がなんと今まで日本人をこうターゲットにしていたんですけど、今回台湾人をターゲットに、もう広げようと、はい、視野を広げようとね、思って、作ったものなんですけれども、まあ、ゼロからですね。ゼロ。もう振り出しです。どうせいいか分かりません。でもね、まあ、やっていこうと思うわけですね。で、まあ、先ほど日本語のオンラインスクールの、ブログの記事とワードプレスで、問題が発生したんで、まあ、YouTube の解説見ながらとか、他の人がこう上げてくれている記事を見ながら、まあ、解決していったんですけれども、そう、今、それが終わって、達成感がある状況ですね。で、あと、キーワード選定が大変で、日本語でも大変なのに、中国語でこう Google の順位を上げていくっていうのはもう不可能じゃないかなっていうふうに思って、まあ、現実的じゃないなと思ったんですけど、まあ思い起こせばこう2年前とかね、日本人をターゲットでお客さん集客できるかっていうね、私個人でですよ、こんな人がよできるのかって、できねえだろ、どう考えても。中国語話せねえんだぞ、中国語のオンラインスクール開いて。しかも、ね、なんかこう、もう全部わかんないんだよ、運営の仕方とか。まあ、その中で、なぜか、お客さん来てくれたんで、はい。またね、台湾人のお客さんもね、まあ、コツコツやっていけば、来てくれるんじゃないかなっていう、はい、思ってるんですけどもね。って感じで、なぜか今気分が上がって楽しみながらやってるんで、まあ、ノリでやっていこうかなと、はい、思っています。以上です。